J-WAVE ラジオドーナツ、ここからの時間はアーツカウンシル東京クリエイティブファイル。アーツカウンシル東京のさまざまなプログラムの中からラジとリスナーの好奇心をくすぐるイベント、展覧会などをご紹介していきます。今週は無数のシャボン玉で見慣れた街の景色を変貌させるというアートパフォーマンス、大巻真嗣メモリアルリバース千住2017関谷に注目いたします。はい、スタジオには事務局の戸塚まなみさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、このメモリアルリバースという、まあ、作品アートパフォーマンスなんですけれども、はい、ご説明いただいてよろしいでしょうか。はい、メモリアルリバースとは1分間に1万個のシャボン玉が出るマシンを使って、はい、無数のシャボン玉で見慣れた風景を変貌させる現代美術家の大巻真嗣さんによるアートパフォーマンス作品で、はい、国内外で展開されています。まあ、ここにですね、実はフライヤー写真があるんですけど、はい、まあ、無数のシャボン玉の意味が分かりますね。すごい量のシャボン玉が上がってますね。これどういうことで、今までは展開されてたんですかね。千住ではですね、2011年から商店街や小学校、それから魚市場などを舞台に千住の町から町へリレーのバトンのように受け渡されながら、参加者の輪を広げながら、さまざまな縁をつなぎながら続けてきました、はい。じゃあ地元の方も結構関わってらっしゃる。はい、たくさん関わってらっしゃいます。実際にどういうことをされるんですか。ですね、特に北千住に東京電機大学という理系の大学の学校がありまして、はい、そこの学生さんたちと地域の PTA の方々で大巻電機 KK というチームを発足して、うん、はい、でどうやったらシャボン玉をきれいに出せるのか皆さんで試行錯誤しながら一緒にやっています。そういう技術的にね、はい、どうすれば出るのかという、はい、毎年シャボン玉のマシンを、メンテナンスって言って操作をするのを担当するんですけど、理系の学生さんたちがそのマシンを扱ったりとかするのが得意なということもあって、それぞれが参加する方々が得意分野に合わせていろんな場面で活躍してくれています。だから、ね、大巻真嗣さんのアートパフォーマンスと言いつつ、そういう形でいろんな方が参加してこの無数のシャボン玉が、はいはい、宙を舞ってると、ね、だって仕組み分からないですけども、はい、本当にそのシャボン玉がかなり高く上の方までこう、ね、はい、上がってますもんね。それはその機械によってジェットファンでこう風で巻き上げています。なるほどなんですね。まあね、作品を見せるというだけでなく、みんなと一緒に作り上げていくというこちらのプロジェクトですけれども、他にもそのメモリアルリバースならではの特徴ってございますか。ですね、千住だとですね、最近昼の部と夜の部2部制でございまして、はい、昼の部夜の部、まあ、それぞれ全く違う景色が現れます。はい、で昼の部ですとシャボン玉が舞う中でシャボン踊りという盆踊りを来場者のみんなで踊ります。シャボンの盆とかけたわけですね。はい、そうです、シャボン玉かける盆踊り、どうでシャボン踊り、はい、はい、でまあ、盆踊りの盛んな千住からインスピレーションを受けて大巻真嗣さんが発案したオリジナルの盆踊りです。で、まあ、はい、町の方とアーティストが一緒に歌詞を作ったりとか、踊りの先生とかとともに振り付けを考えたもので、まあ、簡単にこうシャボン玉を追いかけたりとか捕まえたりする振り付けで、皆さん簡単にご参加いただけます。そういうオリジナルなんだ。はい、で夜の部は、夜の部はですね、昼とは異なる輝きを持つシャボン玉の光と、あと音とパフォーマンスとともに幻想的な空間が楽しめます。こういつも普段見ている公園、散歩で行くような公園がシャボン玉の世界になるという一日です。そうか、確かにシャボン玉って私お昼以外あんまり見たことなかないですね。そうだね、夜ね、夜シャボンはなかなかやんないね。夜シャボンあんまりやんないね。あとですね、このメモリアリバースのために楽団が結成されるというのを伺ったんですが、はいはい、ですね、もともと参加している方たちで音町ビッグバンドというのが結成されているんですが、それとは別に今年度、うん、1日だけのティーンズ楽団というのを結成しました。ですね、昨年度地域の中学校でメモリアルリバースの展示を開催したことで、もっと中学生の参加を広げたいなと思って、それから10代の多感な時期に
メモリ場での経験をすることで多世代間の交流とか、うん、この中学生高校生とかが文化芸術に触れる機会を作りたいなと思って、うん、ティーンズ楽団を結成することになりました。はい、はい、明日の本番ではあの音楽隊とパフォーマンス隊としてメモリアルリバースを一緒に盛り上げてくれます。じゃあそのシャボン玉が宇宙を舞うところで実際に音楽を奏でるという形ですね。一緒に盛り上げてくれます。はい、はい、いや、そうか、そのまあ当然子どもたちも大はしゃぎだと思うんですよ、このシャボン大量の、ね、シャボン玉を前にしたら。どんな風にあの皆さんに楽しんでもらいたいとお考えですか？そうですね、まあ、普段こう見ている普通の風景、あの普通の公園が1日だけシャボン玉で変わる、うん、1日だけ非日常の世界に変わってしまうというのをじっくり楽しんでもらえればいいなと思っています。まさにお祭りですねこれは ね、 そうですね、アートパフォーマンスでありながらお祭りであるっていうね、うん、形ですかね。詳しくはですねアーツカウンシル東京の公式サイトをぜひご覧ください。今日は事務局の戸塚真奈美さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。